めちゃめちゃいじられキャラですね。同期なかったら高卒のやつがめっちゃいじってきます、ね、坂口とか中川こうとか毎回お前6個下だぞって。プロ行きたいなと思ったのは本当社会人入ってからですね。就職セミナーとかにも行ったりしてました。小心者なんで自信もそんなに自信家じゃないんで。リハビリ中はまあいろんな方にもずっと来年復活すればいいんだって言ってくれましたし、田中健二郎さんから LINE いただきまして、お疲れ様でした。振り返ってやっぱりまあもうずっと怪我に悩まされていた時間だったなって思うんですけど、まあでもそれがあっても僕自身は本当に一日も諦めることなく最後までやりきれたなっていうのが一番あるので、もうそこに関しては悔いなくもう次のステップに行こうって切り替えはできました。僕千葉県ですね。高校成田高校でやってました。斉藤さんって兄弟いらっしゃるんですか？はい、3人兄弟の一番上で、下に2人妹がいます。野球を始めたのっていつ頃ですか？始めたのは小学校3年生ですね。あまり運動そんなにするタイプじゃなかったのでちょっと太っちゃったので、親がなんかスポーツやらせた方がいいって言われて、サッカーと野球どっちやりたいのって言われて、当時周りみんなサッカーあったんでもうサッカーやりたいって言ったんですけど、野球部に入れられました。もう最初はやりたくなくて、ルールもわからないし、友達結構みんなサッカーだったんで、もうやめたいやめたいって言ったんですけど、両親がそうなんかすごい葉っぱをかけるタイプの両親で、わかんないんだったら勉強しろよとか、下手だったら練習しろよっていうタイプだったので、絶対やめさせてくれなかったです。僕本当さっきも緊張しだって恥ずかしがりやって言ってたんですけど、もう目立ちたくないんで、もう外野をやりたいってずっと言ってました。小学校の途中から、まあ、肩が強かったっていうのもあったんですけど、キャッチャーだったりピッチャーだったり、もうずっとボール触るようなポジションにコンバートされて、そこからです。途中から野球が面白いとか好きになった瞬間があったんですか？いや、小学校ぐらいの時はそこまで熱は入ってなかったと思いますね。小学校の時にプロ野球選手目指そうと思いました？いや、全然思ってないです。もうプロ行きたいなと思ったのは本当社会人入ってからですね。幼少期の斉藤さんってどんなキャラだったんですか？僕は本当に内気でしたね。友達、仲いい友達だったら喋るんですけど、初対面の人とかは全然喋れなかったり、すごい内気な子でしたね。何かそのお笑いとかそういうのは？いや、全然全然です。もう周りでやってるのを見て笑ってるタイプの人でした。何か人前で披露するとか？そうですね、僕そうですね、幼少期ピアノとかもやってたんですけど、ピアノの発表会とかもみんなの前でやるの大嫌いで、もうやりたくないって泣いてたりしました。ピアノ習ってたんですか？習ってました。何も弾けないですけども。僕成田高校に進学したんですけど、もう野球、成田高校の野球の特待生欲しくて練習参加させてもらったんですけど落ちて、地元の桜高校っていう結構進学校なんですけど、そこ受験して落ちて第二志望成田高校に一般入試で入りました。ベンチは2年生の時入れてもらって、まあ、2年生の時に甲子園に出場してベスト4って結果あったんですけど、1個上にエースがいまして、僕はもうずっと控え投手だったので、もう甲子園では1球も登板することなく終わってしまって、
まあ、それが悔しくて、まあ、反骨心で、まあ、すごいめちゃめちゃ練習したっていうのが思いでありますね。ピッチャーで、はい、ピッチャーとちょっと内野手もやってたんですけど、やっぱ僕としてはピッチャーやりたい気持ちでやってました。その頃っていうのはプロ野球選手っていうのは意識してました？いや全くしてないです。もう本当に高校もレベル高かったので、1個上にエースがいたんで、そのエースに勝てるようにとか、周りのすごい選手に負けないようにどうすればいいか、でも目の前のことばっかを考えてやってました。最初高校入った時に本当にガリガリだったので、寮生活になってまず体作らなきゃと思って、もうめちゃめちゃ死ぬほどご飯食べて、冬場に3ヶ月で17キロぐらい体重増やしたのが思い出ですね。もう本当に死ぬほど飯食ったのが思い出です。まあ、少しずつ体も出来上がってきて、結果ボールもスピードになってきて、それでベンチに入ることができたっていうことですね。やっぱり負けたくないってことですね。やっぱりやるからには活躍したいし、走ることにしてもウエイトにしてもピッチングにしても全てにおいて負けたくないって気持ちがめちゃめちゃありましたね。性格的にやっぱ負けず嫌いみたいなものってありますか？負けず嫌いですね、はい。3年生になって斉藤さんの代になった時はいかがでしたか？結果的には全然勝ち進めなかったんですけど、まあ、外で実力も上がってきて、まあ、高校で結果出して、僕はもう大学で野球やりたいっていう気持ちは芽生えてました。その時もプロなんていうこと全然思ってなくて、もう野球でも大学に行けないと思ってたんで、もしかしたら勉強もしてと思ってたんで、まあ、高校3年間勉強もしっかりやって成績もちゃんと出してやってたので、なおかつその後就職があるんで、その就職にできるようないい大学に行きたいっていう思いでした。僕立教大学に行きました。それも父親にあの大学でも野球やりたいって話をして、それで東京六大学の試合に連れてってもらって、それで六大学に憧れが出て、両親と一緒にいろんな大学の試合見に行ったり練習会に参加したりとかして行きました。立教は野球で行ったんですか？僕は栄養入試ですね。高校の成績と2年生の時に甲子園出たっていうのがあったので、出願資格があったので英語の試験受けて受けました。受かりました。僕は硬式野球部に入りました。入ってみて、まあ、やっぱりこう、まあ、もちろん高校よりレベル高かったですし、まあ、高校だったら140キロ投げたら多分みんな速い速いって言うんですけど、まずそのまっすぐも140キロぐらいじゃ通用しない。1年生の春なんかはもう全然ベンチも入らずに試合見てるだけだったので、レベルの高さを痛感しました、ね。まあ、野球もちゃんと頑張ってその後はいい会社に就職しようと思って入学して野球部もやってました。正直大学で野球は終わるかなと思ってました。はい、そうですね。2年生の時に最優秀防御率っていうタイトルをもらったんですけど、それも僕は正直納得できてない部分が大きくて、当時僕が2年生で1年生に今オリックスバファローズの澤田っていうピッチャーがいたんですけど、僕が1位の防御率で2位が澤田だったんですね。それも防御率も本当僅差でギリギリ僕だったんですけど、投げてる投球イニングが僕の倍ぐらい投げてて、て僕はもう規定投球がギリギリで取ったみたいな感じだったんで、やっぱり一番になりたいんだったら一番投げて一番防御率がいいのが理想だったんですけど、結果はその2位の澤田の半分しか投げてないけど、もうなんか勝っちゃったみたいな感じで、正直あんまり嬉しくないって言ったら変ですけど、嬉しさより悔しさの方が大きかったのが一番です。あ、先発ピッチャーやってました。でもチーム状況的に先発も中継ぎも抑えも全部やってましたね。多い時はもう土曜中継ぎ、日曜先発、月曜中継ぎみたいなもありました。その大学時代も怪我をしてしまって、大学2年生の夏ですね、3年生の夏ですねに肩を怪我してしまって、半年ぐらい投げれない期間があって、さっき立教はずっと4位5位だったって言ったんですけど、で僕が怪我してしまって投げれなくて後輩が先発になったんですけど、その時に開幕から7連勝してもうチームがすごい強くなって結局優勝争いしたんですけど、それもやっぱり僕が投げた時は4位5位だったけど、
抜けて後輩が投げて勝てるっていう結果にもうずっともう試合も見たくないぐらいの感じで悔しかった。はい、4年生の春に復帰できて、それでたまたまその後に行く JX エネオスさんに声をかけていただいて、社会人野球に行けることになりました。大学の4年の時、はい、プロ志望届って出しました？いや、出してないです。もう僕は本当に3年生の夏に怪我したって言ったんですけど、結構社会人に進む子は3年生の秋とかにもう次の進路が決まっていたり、4年生の春だとちょっと遅いぐらいだったので、社会人は行きたいとは言ってたんですけど、もしかしたらいけないと思ったので、就職セミナーとかにも行ったりしてました。野球でお金をもらえるのは幸せだなと思って、できれば社会人野球に行きたいっていう思いで。両親もまさかプロになんて行けると思ってないですし、僕も思ってなかったので、社会人野球に行けるなんて本当幸せだな、頑張れっていうふうに言ってくれたので、もう家族全員納得して社会人野球に行きました。でも本当にレベル高かったですね。僕がいた2年間も結果としてチームでは都市対抗野球に負けてしまって出れなかったですし、普段の練習からもなんでこんなにレベル高いチームが出れないんだって思うぐらいレベル高かった。エネオスの会社自体が野球にすごい理解のある会社で、出社っていうのは本当に少なくて、野球に集中させてもらえる環境だったので、もう一日中野球漬けでやれてました。1年目の時にベイスターズがクライマックスシリーズに進出しまして、その前の練習試合としてエネオスと練習試合することがあって、僕も登板させてもらって1イニングだったんですけど、ベイスターズの選手、1軍の選手を3人で抑えることができて、そこで初めてもしかしたら僕の実力でもプロいけるかもしれないって思って、初めてプロを意識するようになりました。関根と荒波さんと白崎さん、やっぱりプロと対戦したことはなかったですし、今までプロなんてもう雲の上の存在、自分なんかできないんだろうなと思っていた選手と実際対戦して、しかも抑えることができたっていうのはすごい自信になりましたし、もしかしたらいけるかもしれないっていう気持ちに変わりました。多分都市対抗野球だと思いますね。チームでは出れなかったと言ったんですけど、補強選手として、三菱日立パワーシステムズの方に2年連続で選んでもらって、都市対抗大会自体には登板することができたんですけど、そこでやっぱり大きい大会で僕自身気合い入っていて、そこでかなり自分の中でも一番いいピッチングができたので、そういう大舞台でスカウトの方も見ているところでいいピッチングできたのがきっかけになったのかなと思います。いや、持ってないですね。指名されたらラッキーぐらいのイメージでした。ドラフト自体は寮の食堂でご飯食べながら見てました。あんまり堅苦しくなるのもやったんで、もう普段通りにお茶を持ちながらドラフト見てました。そうですね、心の中では指名されたいって、もうその時はプロに憧れていたのでされたかったんですけど、心のどこかでは示されないだろうなって、ちょっと小心者なんで、自信もそんなに自信家じゃないんで思ってる部分もありました。横浜 DeNA ベイスターズに4位で指名してもらいました。本当にびっくりしました、ね、やっぱりそのベイスターズと試合してプロへの憧れが芽生えたので、そのチームに指名してもらえたっていうのは本当に嬉しかったです。はい、両親にも真っ先に電話して、まあ、本当にここからが大変だぞっていう話はしてもらって、もうその時もやっぱり葉っぱをかけるじゃないですけど、ここからだぞっていうのを言われました。本当に今まで積み重ねてきたことがちゃんと評価してもらえたっていうのは本当に嬉しかったです。
そのスカウトの方にも僕は中継ぎとして取ったって言われたので、まあ、当時も山崎康明さんとかそういう名だたる中継ぎだったりリリーバーの方がいっぱいいたので、まあ、そこに食い込んでいけるように頑張ろうと思いました。で僕は社会人出身なのでどうしても即戦力育てるというよりはもうすぐ戦力になってほしいっていうメッセージも僕受け取っていたのでキャンプからもうしっかり存在感を出していきたいなと思って入りました。ブルペンでいろんなピッチャーの隣になりたりするんですけどやっぱりどうしてもみんなすごいボール投げてるので負けたくないって気持ちが入ってしまって僕も力んじゃっていた思いでもあります。そうですね、はい、同期は入寮してからも一緒に飲みに行ったりとかご飯行ったりっていうのは多くてかなり仲いい同期だったと思います。最初飲み行ったのは東とか上里とか周明とか楠本とかはいっぱい飲みに行きましたし高卒の子も結構いじられキャラなんで結構話しやすく気さくに話しかけてくれたので結構まんべんなくみんな仲良かったなと思います。斉藤さんはいじられキャラですか？めちゃめちゃいじられキャラです。プロに入ってたんですか？いや、もうちっちゃい時からずっといじられてはいました。結構その同期いなかったら高卒のやつがめっちゃいじってきます。坂口とか中川こうとかめちゃめちゃいじってきます。めちゃくちゃ年下ですね。6個下ですね。毎回、まあ、6個下だぞって小学校でも被んないんだぞって言ってますよ。本当に入団して1週間ぐらいもそんな感じだったんで、あ、僕どこ行ってもそうなんだと思って。その時ってネタ帳持ってたんですか？いや、ね、持ってないです、持ってないです。まだネタ帳は持ってない。持ってないです、はい。正直それはちょっと隠してたんですか？そうですね、できればやりたくなかったんで隠してました。はい、まあ、プロ通してずっとそうなんですけど、もう1年目、まあ、即戦力期待されて。まあ、空回りしてしまって、もう1年目からすぐ怪我をしてしまって、結果1年間もずっと投げれなかったのが最初苦しかったことです。肘を怪我しちゃったんですけど、まあ、結果的に肩を手術したっていうちょっとよくわかんない感じなんですけど、肘自体は中学校時代からずっと痛くて、それを隠したりしながら投げてたんですけど、最初はそれが肘がダメになってしまって、で肘ばっかりリハビリしてたんですけど。肩の方の動きが悪くなってしまって結果的に肩がダメになっちゃったって感じですね。7月ですね、全治は半年ぐらいだと思います。でもずっと不安はありましたね。なおかつ同期の東とか上田とも一軍でしっかり活躍して、東なんか新人王まで取ってめちゃめちゃ活躍してる中で僕はもっと2軍でも投げれないで悔しさと不安とが毎日ありました。そうですね、リハビリ自体も自分の体のどこが弱くてどこをどういうふうにトレーニングするか、そういう頭を使ってリハビリをしたりするので大変だったと思います。リハビリ中は、まあ、いろんな方にもずっと来年だ来年だ来年復活すればいいんだって言ってくれましたし、まあ、その実際登板した後とかも田中健次郎さんから LINE いただきまして、本当リハビリでお疲れ様っていう、そのリハビリが実ってよかったなって、まあ、やることやってたらちゃんと結果ついてくるからこれからも頑張れって LINE をもらったのが嬉しくて覚えててスクショしました。シーズンオフから投げれるようになって、2年目のキャンプ中にもちゃんとバッターに投げれるようになりました。1年目のファンカンは出られてました？ファンカン出ました。そこからでした。そこから、そうですね、そこからプロデビューしました。プロデビューって言い方なんですか？そうですね、はい。野球より先に横須賀のマウンドに上がったのはファンカンでした。スタッフの方が、井野さん、ひょっこりはんです、お願いしますって言ったら、俺じゃない、斉藤ってなって、慌てて携帯 YouTube 見てひょっこりはん勉強して出てきました。やっぱり3年目、4年目は結構使った時期もありましたね。このままダメなんじゃないかとか
不安な言葉が頭をすごいよぎってしまって、まあ、野球で成功できなかった分社会人として絶対成功してやるっていう気持ちで俺は球団に残ったっていう話をされて、もう僕も絶対そうなりたいと思って、